競馬新聞。競馬新聞とは、競馬の予想紙であり、競馬専門誌とも呼ばれる。発行は原則として、競馬開催部となるが中央競馬は、開催前日夕方から主要駅の売店、コンビニエンスストア、書店、競馬場や場外勝馬投票券発売所で売られる。地方競馬の場合は、売り所が限られている。日本における、競馬新聞の発祥は、 1924年に関西の競馬を予想の対象に発売された中島高級競馬校、通称中島競馬校、現在は高知競馬場で発売されているとされる。現在もほぼ全ての競馬新聞を含む予想紙で使われている予想員も同紙が最初に採用したものである。日本の競馬新聞は狭いスペースに多くの情報を詰め込むために 様々な表現法を駆使している。最近では、スポーツ新聞各紙も、競馬新聞同様の情報を載せる。競馬新聞は限られた紙面に、多くの情報を盛り込まなければならないため、特別な構成になっている。競馬新聞は、レースごとの出馬表を中心に構成される。出馬表は、レース番号やレース名、試行条件などを記したレース概要と、そのレースに出走する。 競争馬の競争馬名や過去の成績などが一列に絞れた馬柱からなる。馬柱の構成を考案したのは、ホースニュース、馬を発行した角田二郎であるとされている。馬柱は、一般的に枠番号、馬番号、出走馬名、負担重量、騎手名、旧車名、予想員、全4から7層の成績、距離、芝、 ダートコース別の成績などが書かれた欄で作られる。また馬柱の周囲には調教の総派タイムや関係者のコメント、トラックマンやその新聞の競馬評論家のコメントなど、馬券を検討する際に必要な情報が盛り込まれている。なお、通常、一面はその日のメイン競争。中央競馬では主に第十一競争。周面は準メイン競争内した場のメイン競争が、 組まれるが GIQ 競争が開催される。週の土曜日は翌日の GIQ 競争が一面、当日のメイン競争が終面になる。中央競馬の競馬新聞の発行基盤は中央競馬自体のシステムと同様に関東、関西の両地区に分かれている。また全国規模で展開している新聞社の場合でも関東版、関西版、 重情によって予想者が異なる場合が多い。関東もしくは関西のみで発行の専門誌では直接競合しないため、東西間で情報交換等の提携が行われているほか、同一地区内でも提携が行われることもある。専門資格者間で競馬新聞協会が結成されており、競馬場やウィンズにおいて協会加盟誌の合同販売が行われているほか、 協会加盟の新聞に所属する記者に対して JRA 賞、検証場選定の投票権が与えられている。そのため、たとえスポーツ新聞系列でも協会に加盟していない専門誌、競馬 A と馬サブローに所属する記者には投票権は与えられていない。また、競馬専門誌を発行している代表者や関連企業が競争場の場所になっているものも少なくない。 ホースニュース、馬の関連会社である、ホース産業や、ユーバの発行元である中光印刷の竹、国広など。2018年に入ってからは、発売地域並びに取扱店を縮小する中央競馬専門誌が出始めており、勝ち馬は、福島競馬場とウィンズ新白川を除く福島県、宮城県、山形県、岩手県の4県における発売を、 第59宝塚記念会最終をもって終了したほか、競馬ブック、競馬ブック、研究ニュースも2018年と2019年に、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、奈良県、和歌山県の6県で発売を行う地域や取扱店を大幅に縮小した。大体として、全国のコンビニエンスストアに設置されている。 マルチコピー機で中央競馬専門誌を印刷できるサービスが開始されている。地方競馬では地区単位で競馬新聞が発行されている。例えば南関東地区のように中央競馬版も発行している。専門誌が大部分を占めている地区もあれば、岩手地区のように区域内のみで発行の専門誌で占められている地区など、その形態は様々である。 また同一タイトルの専門誌が複数地区で発行されているが資本関係がない場合や逆に東海地区のように発行元が合併した結果一社が複数の代号で新聞を発行している事実上市場を独占している場合もある。中央競馬の専門誌は新聞様式のものがほとんどであるが地方競馬の専門誌は 殺傷式になっている者も,も、特に中央競馬と証券がかぶらない地域で多い。廃止された中津競馬の競馬ファンやマスダ競馬のシーホースのように、場内の馬たち予想屋が新聞も発行しているケースも存在していた。北海道の地方競馬はかつて道内の競馬場を巡回しながら開催していたため、場内に予想屋は存在していなかった。しかし予想業を行う者はおり、 この予想業者が独自に手書き、ガリ版印刷で発行していたシンプルな予想紙も多数存在していたが、現在はすべて廃刊となった。なお、北海道競馬はかつて複数の専門誌が競合していたが、次々と撤退した結果現在は一紙、競馬ブックのみとなった。九州の地方競馬では全開催6日分を選んで区切り。 レース番号と着順のみを掲載した簡素な対戦相手早見表である六本線が掲載されているのが特徴。通常の競馬新聞は一面にメインレースの馬柱を掲載するのが基本であるが、九州の地方競馬新聞は一面に1レースと2レースの馬柱。以後レースの順番通りに馬柱を掲載していくシステムが基本となっている。 競馬新聞は一紙もしくは数紙程度で国内のシェアが占められていることが多い。予想提示の際には先日の予想員を用いることはなく有力場を列挙する形となっている。東南アジアでは競馬が行われている香港、マレーシア、シンガポール、タイにおいて専門誌が発行されている。特に香港では冊子上の予想誌を含めると10詞近くの 競馬新聞が発行されてを予想員こそないものの本命熱門馬という対抗穴モン馬の予想があるほか記者による推薦レースや推奨場前週の予想成績などが掲載されておりレース前日には各地のブックスタンドで発売されているまた一般紙でもレースのない日でも競馬について紙面を割いているその他 マカオの一般紙にも香港競馬の記事が掲載される。シンガポールの一般紙、ストレートタイムズや連合双方、マレーシアでは最大手エージ紙、ニュースストレートタイムズが競馬関連の面を常設している。オーストラリアでは毎日どこかの地域で競馬が行われているため、日刊紙の数ページを割く形で、その日行われる競馬、つなぎが速歩競争を含むの出走馬や、 予想記事を掲載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。